など消せないのに、無邪気な君の横顔を何度も探してみるよ。君はすでにいないのに、このまま君の記憶から消されてしまうのかな。いつまでも君のことばっか考えている。真夏の太陽が僕だけを置き去りにしててさ、君のことを忘れられないよ。まだ頭の中残る傷跡だらけの感覚が、ただ繰り返すだけでさ消せない。あーどれだけ考えてもたどり着きゃしない感情が、心の隙間にまたしがみついた。ぼやけた君の横顔に何度も叫んでみるよ。答えないのに、このまま僕らお互いを忘れてしまうのかな。いつまでも君のことなんて考えてない。真夏の太陽が僕たちを置き去りにしたってさ、後に何も残らないはずだ。
見つけるあの僕のさ、諦めてた君との約束もう二度と消えないように走り出して探し出せばいい、その記憶を前を向いて探し出せばいい、その答え
¡Gracias!
ちなプライド守るたびに色あせてく未来を待って今からだって信じ続けたまだ見ぬ夢の先追いかけて誓いを満たすまでは皆さんこんにちは。私たちリング&ルングです。自己紹介します。ミョンです。ミョンちゃん。ミョンちゃん。リング&ルングのねねです。ねねねって呼んでください。お願いします。ねねね。よし、着陸完了。ペガサスたちが旅立ちます。それでは皆様ご挨拶、光の空へ。せーの、またね。今日もペガサス乗ってきました、かりんです。よろしくお願いします。かりんちゃん。はい、リング&ルングの小悪魔担当佐藤凛子です。よろしくお願いします。リンちゃん。はい、おはようございます。ダンキナいただきます。ダンキナ、マスダンキナです。本日も頑張ります。ダンキナよろしくお願いします。マスダンキナ、せーの、よろしくお願いします。はい、本日はリング&ルング2周年ツアー東京ブリッジにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこんなにたくさん人がいると思ってなかった、ね、今日はね、ソールドアウトということで当日券もなかったみたいで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてね、最初に出てきた時に気づいたと思うんですけど、はい、衣装変わったんですけど、新衣装です。どうですか？いい感じですよね。今回は私とねねねはちょっとミニスカートちょっと足が出ちゃってみたいな。足が出ちゃって、やだ、ちょっと足なんか出しちゃってっていう感じで、うん、2人は、あ、3人は丈はね、同じか。でも前と同じだね。でも結構デザインが違うんですよ、うん、ここのさ、ね、ベルト。あ、そう、ベルトと、あ、ベルトが、素材が本当にシートベルトみたいな、シートベルトなってるの違う。それがすごい近未来っぽくていいなって感じなんですよ。あと、なんだろう。あ、でも今回も脱げるよね、一応ね。あ、一応ね。違う、今回は、そうなんですよ。今回も脱げるんですけど、前回の衣装は脱いだらノースリーブですごい涼しかったんですけど、普通に長袖なんだよね。そう、なんか繋がってるワンピースにベストを羽織ってる感じだから、まあ、脱いだところで感は、そうね、脱いでも暑いよね、多分ね。まあ冬だしね。そうね、冬だしね。暑いんだね、みょんちゃん。そう、もう、ね、もう早速腕めくっちゃってるからね、うちもめくってるもん。なんか衣装さんにさ、うん、瞬間冷却じゃなんだっけ、接触冷感の、裏地にしてもらってたんですけど、なんかうちが腕まくりすぐするから、りんこちゃん暑いよね、ごめんねって謝らせて申し訳なかった。暑いからね。なんか全然そんなことないんですよって。でも涼しいよね。そうそうそう。でもね、なんか着た感じめっちゃ冷たいんだよ。そう、なんかね、なんていうの、シームレス素材みたいな。あ、そう、なんかわかる、ユニクロのエアリズムみたいな。こうなったら冷たいみたいな。あ、そう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 、わかるわかる。サラサラ感じですね。はい、まあ、衣装もね、変わったということで、うん、はい、変わったということで、新曲が、はい、あ、配信されましたね。配信されました。皆さん聞いてくれましたか？聞いてくれました。ありがとうございます。ありがとう。多分びっくりしたんじゃないかな。結構リーマンって言えば多分鍵盤ロック、うん、みたいな感じだと思うんですけど、それが結構今回はギター、うん、そうだね、ゴリゴリだったりとか、これリーマンが歌ったらどうなるんだろうっていう感じだったと思うんですけど、うん、なんか音源をさ、うん、先に出すことってさ、揺れるな以来初めてなんだよ。そうだね。で、揺れるなの時もなんか、あれ無名さんが作ってくださったからさ、そうね、今回も無名さんで半音に苦戦したじゃない、うん、で、うん、音源みたいに頑張んなきゃみたいな感じで頑張ってたんだけどさ、うん、今回も2曲とも無名さんでさ、無名さんワールドの、そう、ちょっと変態かなって感じのメロがね、
これどうやって歌うみたいなメロなんで、あの、まあでも今日やるんですか、どうなんですか、わかんない、やるんですかね、やんないかもしれない、やんないんじゃないですか、本当に泳いでるんだ、やばいよね、やんなかったら寂しいよ ね、うん、まあはい、じゃあ、うん、頑張る、やります、やりますか、やりますか、やりますか、言うんだったらやるけどどうかな、まあ一応練習はしたけど、そうね、じゃあ行きますか、はい、それではリンネ、どこにもない、ただ光を求めて
I'll be waiting 君と出会う意味
いない街聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。新曲どうでしたか？かっこよかったですか？死ぬほど緊張してしまった、ね、なんかあのどっちも結構ダンスがね難しいというか、早いもね。そう早い早い。そうあとあのリバーの方は結構何かかんカンヌカヌレかなんカノン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 ってやつおかしいだったり、あと手がリンネがこれでリバーがこれなんですよ。なんかなずっとこれ絶対これなんですよ。絶対これリバーは絶対これで、ハローハローがこれこれとこれか。あの新しいハンドサインがちょっと増えたので、増えたので覚えてください。こんがらがらないようにで結構こうねこうみんなで真似しやすい振りかなって思います。はいですねですね。いっぱい練習したもんね。いっぱい練習したもうリハこんなにたくさんやったことないぐらい。 ありがとうございます。ありがとうございます。でも まだその結構ね聞きなじみないというか慣れないと思うので、うん、みんなで育てていきたいなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい。さああとなんか喋ることあったっけ？ないかな。ないかな。なかったかな、うん、でもソウルからね切り待ちでちょっとしっとりなっちゃったと思うんですけど、そうだね。皆さんまだまだ盛り上がっていきますか？あいいね。まだね後半戦、はい、はい、ノンストップで盛り上がっていきたいなと思ってるので盛り上がっていきましょう。イエーイ。よろしくお願いします。盛り上がる、盛り上がる、盛り上がる、盛り上がる。いきますか。はいはい。ゆるいろなり合った電波に乗って高鳴り合ってる君の声で
感じ気にしちゃうの今ならばまだ間に合うはずと信じているよ嘘と情熱と不発売であの日からねそれ動かないのあんなに大切にしたのにだけどねそれいらないから火曜日の燃える日に捨てといて壊れそうなの渋谷の街一人信号待ちをしていたの知らないこと手をつないで君を見つけちゃったの楽しそうに走るその横顔に睨みつけてただけどそれが動かる証あの日からねそれ動かないのあんなに大切にしたのにだけどね
次第では、あの日からね、それ動かないの、あんなに大切にしたのにだけどね、それいらないから、火曜日の燃える日に捨てといて。刺さる。きっと君は
そらずと分かっているのにその瞳に刺されたまま僕は抱きしめたぬくもり感覚に溺れて寂しさをただ繰り返すもどきしい思い行き場をなくすたびそんな時で結局を見つけ出した不意に僕は手伏せる窓をする唇に壊れて言葉が聞こえた洗い切りたいんだから指先に残るあしらう君の目が冷たく刺さって
ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、嬉しい。楽しい、楽しいね。あっという間に終わってしまって、うん、ね、びっくりだった、ね。今何曲やった？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14、14。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンマン恒例の、恒例じゃないか、いや恒例か、恒例、恒例、恒例の、あのカバー曲今回はなかったんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、なかったんですけど、うん、リマンの曲全部で16曲あるんですよね、うんうん、そうね、今あと何曲残ってるのかな、あれとか14曲やったから、あれ、あと2曲かな、あと2曲かな、うん、っていうことは、あれ、あとは、あと1曲がカバーじゃなかったら何だろう不思議だな楽しみ、楽しみ、全然あのもう一回同じやつやると思う。あ、そうそうそう、そう無限刺さるかもしれないけど、みんなの膝が押し抜ねライブかもしれないけど、なんかさ、一番初めのワンマンさ、うん、ハローハロー2回やったんだよ。やった、あ、やったわ、やったよね、たマジで記憶にない、やって、違う、なんかタイトル、覚えてないやつがいる、タイトルがハローハローだったんよ。で、カバーカバー2曲ずっと真夜中でいいのにさんの、うん、ヒューマノイド秒針を噛む、うん、プラス2、3に分かれてカバー曲やったじゃん。やったね。でそれでも足りなくて、ハローハロー2回やろうってなったんだよ。そうだ、懐かしいね。懐かしい、それがね、こんなに、いや本当だよ、たくさん曲が増えるなんて思ってなかったし、ね、なんか、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。新しい曲もさ、うん、こんなにたくさんみんながあの楽しんで聴いてくれると思ってなくて、うん、あ、あきらちゃん、あれやらなくていいの、あのフリーのやつ、なんだっけ、あ、あ、真似しやすいフリーね、どんな感じのやつ、もう新曲終わっちゃったよ、あれじゃあそうだ、あのリハーサルの時から言おうねって言ってたやつを、 うちが振るの忘れてたから、今やる、今やる、今やる、やって、新曲ですごい皆さん一緒に踊ってほしい振りがあったんですよ、うん、うん、これね、どっちの曲かな、リバー、お、リバー、リバー、リバー、こういうやつでしょ、そうそう、そう、こういうやつ、これをそうやってねって、みんなに一緒にやってほしかったんですけど、そう言うの忘れちゃったから、ちょっと、うん、お家帰ったらやってくださいお家帰ってね、曲聴きながら ね、うん、こういうね振りがあるんだよね、あのイントロのところに、ね、うん、それをやってほしいってことだよね。あとはブッパン、あ、そうだ、ロンティーパン、ロン、ロンティーロンティーの件なんですが、ちょっとなんか私もあるつもりで、うん、とっとこ来て、ね、したら P が、うん、見てって言って見ていいでって言って見せてきて、何って言ったら、うん、ここがあの鏡文字でも何でもない文字になっていて、そう、はやん、え、ちょっと最初どっちから読むのか分かんない、ね、そうそう、え、なんか頭がさパニックになりそうな文字の感じじゃなかった、そうそう、うん、そう、なんかあれこれどうやって読むんだろうみたいなっていう感じになっていて、ね、なので、ね、うん、今日はなしで、すいません、なしで、ごめんなさいすいませんなんかむしろそれ欲しいよね、私ね、ね、かっこよかったもん、かっこよかったかな、かっこよかった、うん、え、ね、ここら辺じゃなくて後ろが可愛かったよね、ね、あきらちゃん、そうなんだ、後ろ見てない、え、誰だっけ一緒に見たの、後ろ見てないじゃん、え、待って、うち誰と見たんだろう、今日怖いよ、やだよ、クワトロのおまけ、なんで怖い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 、ちょっと後ろどうなった、落ち着け、ね、どうなったのか気になる、え、なんか後ろはなんか前はね、あの、うん、ステッカーになってるさ、あれの分かる、リングアンデル、あれがピンって入ってたんだけど、後ろはなんかここに入ってた文字の大きい版みたいなやつが入ってて、可愛かったんだけど、どっちにしろロゴがどっちもバンバンって入ってたってこと、そうそう、入ってる入ってる、それはちゃんとでもできてたら可愛かったかもしれない ね、 そうね、次に期待だ、ね、いつになるかちょっと分かんないですけどすいません、今日すいません、グッズが少なくて申し訳ないです、期待しててください、できたらお知らせします、うん、はい、ということで、はい、ということで、後でアンコールに、はい、本題ですからね、行っていきたいと思いますわーい、はい、それでは次の曲いきましょう、お？
トルは？は？ウェイビングです。ウェイビングですか？ウェイビング。カッコカリです。カッコカリです。そう、なんかこれは、あ、これはっていうかこのウェイビング、カッコカリは、うん、あのミョンちゃんが作詞した、うん、歌わり決めた。振り付けはしてないけどこんな感じでこんな感じでってあのオーダーしたっていうあのみょんちゃんプロデューサーが頑張った曲なんですけど、どうでしたか？なんかまあ一応、うん、結構ねリーマの曲かっこいい曲が増えてきたんで普通に何も考えずに楽しいよみたいな曲欲しいなって思っちゃったんですけど いいよね。わあとは、うん、まあ一応ちょっとなんか車とかで聞いたらちょっとなんかエモみたいなそう今日さまだ1回目だからさみんな多分歌詞をさ、ね、あの、うん、あんまり覚えられなかったと思うんですけど結構あのなんだっけ音に揺られて走るハイウェイとかあの車っぽい単語がいっぱい入ってるので免許取ってないけどあれまあまあまあいいんだよいいんだよいいんだよね気持ちがねそうこういう感じかなっていうのと、うん、あとダンスは結構ディスコっぽい感じにしてもらったというかそうだ、ね、こういうやつとかねそうそうそ う, う, う、ね、ちょっとこうあの簡単だけど覚えやすくて楽しい感じにしました、うん、結構みんな踊ってくれた ね, ねすごいすごいありがとうございますありがとうございますというわけでこの曲はあのいつ出るか知らないですが、ね、あのライブでやるのかどうかも知らないですが知らないですアンコールっぽいね、はい、とってもいい曲なので、うん、あの次やるときはあの、はい、みんなもうちょっとねあの今日帰って覚えてそう、ね、難しいもちろん、まあ、あの育てて楽しくやっていく曲なので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日東京のライブは終わったんですけどこれはツアーなのでね、うん、名古屋と大阪も待っておりますので、はい、名古屋は12月12日で、大阪が2月の6日かな、うん、6日だったかな、うん、6日、うん、合ってる。なのでそうですね今日来た人はみんな来てねってみんな来てね来るよね来るよねっていう、ね、まあ、あの来てくれたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、寂しいですが終わりましょうか皆さん、はい、もう言いたいことない？大丈夫？はい OK？ うん、いい、うん、楽しかった楽しかった。あとかりんちゃんの前説可愛かったね。あ、可愛かったいいよね。なんかさ、恒例になってきてるよね、うん、ね。恒例？初めてやったよ。初めてだよ。初めてやりました。嘘でしょ。やってた時やってたじゃん。やってない、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 やってない。なんで今日やったの？怖いよ。どうしよう。なんかセットリストをもらった時にあの横の方になんか補足みたいなのが書いてあるんだけどそこになんかかりん前説っていうなんか新しい項目が追加されてて、私それさ知らないんだよね。いやなんか書いてあったよね。どっか書いてたもね。知らないんだよ。あれ書いてあったよね。書いてた書いてた。かりん前説って書いてた書いてあったんだよ。でそれでえなんだろうこれって思ってたらなんかかりんちゃんに前説やらせたいみたいな。いつ気づいたの？かりんちゃん昨日？いや今さんが言ったから。あーからやりなさいって今日聞いたの？いや今日じゃないよ。いつか1週間前くらいかな。あ、そう結構前から聞いたんだ。でもさ原稿もらったの昨日なんでしょ？うん、ね、そうだね。めっちゃ練習してたよね。ガサヤでどうでした？可愛かったですよね。可愛かったね。ありがとうございます。頑張ったね。あとそれぐらいかな、うん、そんな感じかな。もう言い忘れたことないよね、うん、大丈夫？楽しかったなってなんか終わりたくないのよ。終わりたくないの？すっごいダラダラやっちゃってるんだよね。でもね、終わんないとね、帰れんからな、みんな。いいよ、帰らなくて。あ、ほんとここで寝よう。あ、マジ寝よう、ここで寝てもらって。お泊まりする？お泊まりする？そんなできないから。そうだよね。終わりますか？はい、そうね。よし、渾身の終わりの挨拶するからね、みんな気合い入れてね。元気。それでは以上、私たちリンゴ&レングでした。ありがとうございました。
けて